切り落としとは立ち合い型の一本目だが、足を使ってはならないという無足の法の教えに従うためには、よほどの強い意志がなければ新たな歩法を身につけることはできない。体を回さずに左肩からの左半身への変化が重要となる。